もしも機種のコラボカフェがあったら、に対する視聴者の反応集。機種のコラボカフェがあったとしてメニューなんだろう。まず思いついたのはミユピーのお菓子セット。岩田父の焼きそば。ジーニアス焼きそば。食いたい。ミルコの京都豆腐サラダ。納豆だと匂いの問題が出るので。和田裕二、闘魂注入豚キムチ。竹豊の人参ハンバーグ。細かく刻んでるから嫌いでも大丈夫。って売り文句にして豊かに食レポさせよう。横山家セット。のりさんが病院から脱走して食べに行ったスープカレー。和夫がフランスで全部食べた寿司。たけしのスプーンが止まらないストロベリートライフル。わなまがしもつけて。最近競馬に染まりすぎて和夫が知って呼んでしまう。横山家スイーツメニュー。のりひろの夢、クリーム大盛り丸ごとロールケーキ。外枠の和夫、関西風桜餅。たけしのお土産、持ち帰り箱付きドーナツ。こうだな。たけしがどう転んでもスイーツ類なのは納得。ミスドのポケモン福袋にポケカがついていた時代もあったな、たけし。ポンデ、エフフォーリア。桜餅和夫、安心と信頼の外枠ピンクボール、は春の季語だからな。季節を感じる風流なお土産だ。緑枠もありかし外目なのでカラーリングがぴったりという。池添のカツ丼、デザートにガリガリくん付き。池添は周りがカツ丼をしてるのに本人は空気ガン無視でスープカレースープカレー言ってそう。松岡まさみはローソンと組んでくれ。商品は問わない。松岡まさみ考案、ウィンブライトの眉毛のり弁当。ローソン限定販売中。アフリカンゴールドのボンボンショコラ、2個入り、金色の包装紙。イクイノックスのビターチョコエクレア。ジャックドールのキャラメルエクレアも。天皇賞秋イメージのエクレア食べ比べセット。お重長さんの棒アイスソーダ味。アッププーデートの餅アイスバニラ味。プラメンテとタイトルホルダーのクロス花側モフモフパン。白いモフモフ部分をイメージしたドーナツ型。シャドーロールのふわふわオムレット。ミルク、チョコ、バナナ、抹茶。コントレイルの受話器焼き印ベイクドもちょちょ。こんにゃく至上主義、おでん。巾着至上主義、おでん。S サイズがサリオスサイズなことに注意。M サイズがメロディーレインサイズの罠。飲み物ないのさすがにあれだな。無難にコーヒー紅茶コーラぐらいは置いてもらうか。競馬場コラボで竹豊ビールあったはずだしそれも置こうか。たけしって酒飲まない代わりにカルピス飲んでるイメージあるから、たけしってプリントされた食用シート敷いたカルピス出すのはありでは？うまイメージのカクテルみたいな感じか？たけしはカルピス使ったゼリーとかゼリー飲料とかアレンジ効きそう。中に入ってるゼリーが勝負服カラーのカルピスベースのドリンクならバリエーションいろいろ出せて面白そう。他のジョッキーにも応用できるし。コラボカフェとはちょっとずれるけど騎士考案のメニューが食べられる店あったらダイエットとか筋トレ勢に良さそう。サメ島カツマ、バーガーになる。サメカツ、なんでこんな姿に。そういう日もある。騎士バーガーの波が来てるな。サメカツの価値500円とか悲しすぎるやろ。ワンコインサメカツ。まあ単勝500円分と思えば。洒落た店にしてはリーズナブルなバーガーで余計草生える。あんこうで作ればあんかつバーガーもできそう。茨城とかでやってないかな。売ってる場所は浜カフェか。己浜中。浜だけで容疑かけられる浜中でダメだった。浜中がサメカツ売りさばいてるだなんて。事実無根すぎてダートから芝生えちゃう。浜中が後輩をバーガーにして売りさばいてるなんて失望しました。松山浩平のファンやめます。浩平かわいそう。浜中さんは何も悪くないよ。賢い。騎手の無実を主張するお手馬の鏡。サメ島くん。君もか。これほんと競馬民判定。どうしてもちらつく和田裕二。こっちのが安くて美味しそうだしこっちで。モスバーガーか。オーストラリアではえらくアコギな商売がまかり通ってるなドムドムさん。よくもサメ島ジョッキーをハンバーガーにしてくれたな。許さんぞフレッシュネスバーガー。なんでジョッキーは定期的にハンバーガーにされるんよ。現世界最強の名前が悪いよ名前が。頑張ればジョッキー全員ハンバーガーにできるよな。餌食になったユージとサメカツ。売りさばく浜中。ファンが減る松山。浜中絶対自分がバーガーになりたくないから寝返っただろ。松山のファンが減り続けてて大変だ。小屋松山自身がバーガーになるしかない。松山さんはなんだ？松茸あたり？愛媛名物のじゃこ天を挟んだ松山バーガーにしよう。
松山は神戸出身だから愛媛と何も関係ねえじゃねえか。じゃあ現役時のエビナはエビカツだったんか。エビフィレオか。和風竜田バーガー。サメカツバーガー。エビフィレオ。もうこれ競馬場で売ろうぜ。概念スイーツとかあるし、馬女は概念バーガーも好きでしょ多分きっと。誰かメンチは食いないんかな。あとコロッケ。メンチ切ってる人なら。この人はメンチ切ってるんじゃなくてスなんよ。さっきも出てるし。コロッケも川田でいける。川田のコロッケバーガーで払いたい。熱々やけどに注意じゃん。冬は期間限定のグラコロになるのか。あちあちをケツで焼かれた特製パティ。材料兼鉄板とか優雅働き者すぎんか。ハンバーグの元の料理とされたタルタルステーキは、馬の鞍の下に肉を敷いて肉を柔らかくするという目的があったそうなので原点回帰だな。JRA は早くこのスレ見つけろ。ビジネスチャンスやぞ。イメソンもイメソンだよこんなん。デザートは多分海苔散策ロールケーキ。海苔で巻かれてるロールケーキ。ライスバーガー二人組。おい、竹蔵が足りないぞ。握り飯を一つ、いただけませんか。お国のために頑張るんだよ、って言われてそうな機種ステークス一番人気。野球場では選手をイメージした軽食やドリンクも売ってるし。競馬場でも機種がプロデュースしたあるいはイメージした商品をもっと売り出してもいいと思う。ミルピーのビスコ。川田のキャンプ飯、堀西味。ミルコの納豆。サメカツバーガー。うぬら4人か。デムーロがパッケージの納豆がスーパーで売ってたら買っちゃう。競馬場だと持ち帰りが難しいから手を出せないけど。本人とは一切関係ないサメカツバーガーがメニュー据え置きでしば。このサメカツはアマゾンで買えますか。シシだ、ネット販売してますよ。事業展開すな。機種がどんどん食い物になっていくな。本当に次義通り食い物にされている。